ハロー、アサギーニョです。今日はリトルボイスの稽古場になんと突撃撮影をしたいと思います。じゃん、こちらで大原さくら子ちゃんが稽古をするっていうことで突入していきます。あ、靴脱げた。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。実際この後あの皆さん役者さんがここで稽古をするっていうことで、なかなかこの稽古場っていうところにこんな風に入ることなんて全然機会がないので、すごくレアな映像だと思います。すごいテレビが、めっちゃレトロなテレビがある。これ なんで枕、階段落ちるシーンがあるんで、はい、そういう時打てない。枕。ここが大原さくら子ちゃん演じるリトルボイスのお部屋が2階になってるんですね。すごい高い。これ実寸大というかそのままですか、本物と。結構高い。あー、座っちゃった。窓開きます。窓、これですか。壊しちゃいそうで怖い。入れるか、壊しちゃった。ここは実際に使うものではなくって、あの稽古専用のものっていうか、稽古のために作られた場所なんですけど、結構忠実にちゃんとお部屋になってて、はい、全然家事をしない設定なんで、はい、あえてすごい散らかしてる。あ、なるほどですね。ほら、設定がお母さんが結構なんていうか、だらしのないって言ったらいいんですか、なんかお酒飲みでだらしのないようなお母さんの設定なんで、見てください。缶ビールとかカンカン、ゴミとかがすごい散らかってる。洗い物とかほら、ワインとかがすごい。リトルボイスの主食はサンドイッチみたいですね。冷蔵庫開けてみましょう。何も入ってなかった。下の、あ、お皿が1枚ありました。さて何が入ってるのか。コーンフレー、これも使うんですか。おサンドイッチも。サンドイッチもだらしないね。お母さん洗濯物をするのかっていうのね。ちゃんと洗濯はするみたいなんですけど洗濯物が絡まりついてマジシャンみたいな感じになってますけど、お話の中でね、どんな風に物とか使われていくのかっていうのがすごい気になりましたね。この後本当の稽古が始まるので皆さんお楽しみに。